みなさん、こんにちは。筑波大学生命環境系とアイソトープ環境動態研究センターの青山道夫です。セシウム百三十七の全球データベース及び環境放射能データの公開ウェブサイトについて、お話をします。講義の最初の話題は、青山が千九百九十六年から十年の時間をかけて行った仕事についてです。 大気圏核実験によって環境中に放出されたセシウム百三十七という半減期約三十年の放射性物質の観測された値。これは、様々な研究者や各国から報告されています。この報告されている海洋、大気、土壌中のセシウム百三十七のデータを国内外から収集し、データベースを構築するとともに。 このデータベースを使って、地球の表面に核実験起源のセシウム137がどれだけ降ったかを明らかにした研究です。すでに結果は論文として2006年に公表し、この論文が引用されている数は160となっています。この分野の論文としては大きな数です。解析した結果、分かったことと、どのようにしてデータベースを作成したかを紹介します。 講義後半ではこの研究のために作成したデータベースの中で海水中の人工放射性物質に関する部分を提供し国際原子力機関の海水中放射能データベースの構築に寄与したことを紹介しますさらに現在が青山が責任者となっている本学アイソトープ環境動態研究センターの福島事故関連の環境放射能データベースの 公開事業の内容をお話ししますセシウム137はナトリウムやカリウムと同じアルカリ金属ですセシウム137はウラン235やプルトニウムなどの核分裂によって生成します大規模な原水爆実験や核事故で環境中に放出され地球表層のすべてを汚染しました セシウム137 30は半減期が30年と長く、健康へのの影響が最も大きい放射性物質の一つです。世界各国が税金を使ってセシウム137の研究や測定を行ってきた理由は生存に必要なナトリウムおよびカリウムを人体に取り込む時セシウムは同じように人体に取り込まれ体内に蓄積するので内部被曝の影響が大きいからです。 それでは本論に入りますなぜ青山が10年以上をかけて環境中に放出されたセッション137のデータベースを構築したかという問題意識を話します過去の論文において分野が異なるいくつもの論文でデータ相互の矛盾を見ていた研究者はとことん突き詰めて考えることをせず安易な議論を行っていました。ここに2つのの安易な議論の代表的な例と 明らかにおかしなデータの取り扱いをした例をそれぞれ二つ挙げます。まずは海水中セシウムの。百三十七蓄積量は陸上のみのデータに基づく降下量から期待される量よりははるかに多い。要するに観測をしたら両者は合っていなかった。だから別なソースが必要だというふうにされました。これは当時の著名な研究者がの複数が書いています。 しかしこれは本当でしょうか。どこにそんなソースはあるのでしょうか。2つ目は日本での降下量、観測された降下量はグローバル。この場合、要するにアメリカとかヨーロッパの観測値と合わないので、全球降下量のモデルを作るとき、あるいは全球降下量の推定の際に無視をするとまで書いた論文もありました。これも当時の著名な研究者の論文です。さすがにこれを読んだときは唖然としました。それはないでしょうです。 また明らかにおかしなデータの取り扱いをした例の最初は国際連合の原子放射線の影響に関する国連科学委員会です彼らは一貫して陸上のみのデータでそれを地球上の降下量としてきました海の上はどうなっているのかこれは明らかな誤りです陸上を対象に研究している研究者だけで構成されている委員会なので他の分野が知見が,さ知見が反映されていない 悪い例です青山はこのような問題を解決するにはセシウム137の地球表面への降下量の正確な全体像を描くことが必要であると確信しましたさらに青山は正確な全体像を描くことによって研究として3つの貢献ができると主張しましたまず核実験期限の人工放射性降下物総量の正確な評価ができるようになり その分布が明らかになります。さらに、大気及び海洋環境での人工放射性降下物の長期強度の研究の基礎となる数値を与えることができます。3つ目として、スーパーコンピューターを使った海洋大循環モデルによる人工放射性降下物の物質循環の研究に正確な初期値を与え、モデルの検証とモデルによる研究の向上の両方に寄与することができます。 コンピューターによる数値計算モデルには必ず初期値が必要でこの初期値が正確であればその後の計算結果は自ずとモデルの性能の範囲内ですが正確になります現在地球温暖化予測に使っている一軍のモデルの計算結果の検証とモデルの性能が向上することが期待でき地球温暖化予測計算の精度向上も図ることができます 今スライドでお見せしているのは青山が作成し2006年に論文で公表した1970年1月1日時点でのセシウム137の地球表面への降下量の全体像をお見せしています。セシウムのの年時点の北半球総効果量は、総効果量は 765プラスマイナス79ペタベクレルとなりましたここに単位が2つありますが BQ はベクレルという放射能の単位で放射性物質が1秒間に崩壊する原子の個数を表す単位ですまたここで P という単位が出てきますが P はペタと読みペタは10の15乗つまり0が15個つくことを意味します日本語では1ペタは千兆となります 過去の国連科学委員会が545ペタベクレルとしている北半球のセシウム137効果量の推定より40%大きい値が青山の研究で得られました。1平方メートルあたりに換算すると北半球全域では国連科学委員会が平均して1平方メートルあたり2,200ベクレルとしているのに対し青山の研究では陸上での平均値は1平方メートルあたり 2700ベクレル海洋での平均は1平方メートルあたり3200ベクレルとなっていますまた1万ベクレル平方メートルを超えるような極大値となる場所は図で目玉が2つ見える場所日本を含むユーラシア大陸東部およびアメリカ大陸東側の2か所となっていますそして講義の最初の方で青山が紹介した過去の論文で矛盾があるとされていたすべての疑問は 青山の研究によりすべて解消されました科学が秩序正しく発展したと言えますそれでは今お話した成果を出した研究の基礎となるデータベースをどのように作成したかをお話ししますこの仕事は青山が筑波にある気象研究所地球科学研究部に研究者として在籍した時代の仕事です 当時の地球科学研究部は、環境中の人工放射能の測定や挙動の研究で、世界で一流の研究室でした。研究室には、国内外の研究所や行政機関と行っていた論文交換やデータ交換の結果、多くの測定データが印刷物として保管されていました。 まずはそれらすべてに目を通してデータが掲載されていればコピーをしてスタッフが手でエクセルにデータを入力するところからデータベースの構築は始まりました数年間国立国会図書館の科学技術資料室と関西館に通いすべての資料を検索してデータが掲載されていればすべてコピーをして研究室に持ち帰りました研究室や国会図書館にないものは大英図書館のオンラインライブラリでコピーを依頼したり ロンドンの英国政府観光物販売所に行って購入、あるいはニューヨークの公立図書館、ベルギーにあるヨーロッパ連合の図書館、フランス、オランダ、スウェーデンの各国の国立図書館等を直接訪問し、研究者登録をして、セシミン137のデータが掲載されている報告書や論文を検索で探し出して、コピーをして日本に持ち帰りました。スライドには、ベルギーにある EU のヨーロッパ連合の図書館、 フランス、オランダスウェーデンの各国立図書館を訪問した際の入館証の写真を載せてあります。2005年当時の青山が写っています。また国内,外の国内の大きな大学の理系の図書館を訪問し各分野の学術論文誌でセシウム137データが掲載されているものを探しました。最終的に総計約の文献と、 定期報告を収集し、すべてをスタッフが手でエクセルにデータを入力し。印刷し、読み合わせをして、入力ミスがないように点検をしました。ここに入力したデータの最終的なレコードの数を紹介します。スタッフが入力したデータのレコード数は最終的に。効果物については、十九万二千四百八十六レコード。 海水中中のデデーーーータタについいててはは53813 711レレココド、ド土壌となっています。ちなみに私青山自身が論文として10篇以上の論文で公表してきた測定値は全部で2,522レコードであり個人の研究者が出した測定値の数としては世界でトップですがやはり1人では世界をカバーできないことも明らかです。 作成したデータセットは、すでに世界の誰でも閲覧でき、かつ利用できる形で、本学のアイソトープ研究センターのデータベースのサイトから、DOI をつけて公開してあります。DOI、デジタルオブジェクト識別紙とは、インターネット上のドキュメントに高級的に与えられる識別紙であり、本学は高級的にサイトを維持する義務を負っています。それでは、公開サイトの画面をお見せします。 これが海水中のデータの公開サイトで、ここの地図にあるように、このように世界中をカバーするデータがデータベースに含まれています。また、これは降下量のデータの公開サイトの画面ですが、ここにあるように、世界各地の地上で観測された降下量の地点がここに示されています。これだけのデータを集めたということです。研究の内容とは少し離れますが、 この講義はデータベースの講義なのでこのサイトのオープンポリシーについて紹介をします公開しているデータはクリエイティブ・コモンズ・アトリビュート4インターナショナルライセンスというライセンスの下で完全に公開していますなぜならば共有すれば誰にとっても得になるからです例えば重複した研究や作業をすることなく最新の知識や技術が共有できれば人類にとって利益が得られます このような考え方はオープンデータと言われ特定のデータが一切の著作権や特許などの制御メカニズムの制限なしで全ての人が望むように利用再掲載できるような形で入手できるべきであるというアイデアですこのスライドにあるように欧米をはじめ世界中に例があります世界的な潮流の中でクリエイティブコモンズライセンスの政府や公的機関による利用例についても30画面 を超える国での利用が報告されています日本でももっと進むと良いですね研究に戻ります作成したデータベースを使って単位面積あたりのセシウム137蓄積量減衰を補正した送料に相当しますがそれを1970年1月1日時点として時刻を合わせて計算しましたそのために使えたのは集めたデータ全部でなくここに示してあるようの数で まず海水中ではその海水中蓄積量を推定できる77プロファイルだけであり全球での陸上観測点での降下量についても減水を考慮して計算したセシウム137降下量を地点について求めることができました,また土壌については492地点のデータが使えることができました。 これは可能であったのは、データベースが持つ抽出と検索の機能をフルに使って、条件に適合するデータを迅速に、正確に選び出すことができたからです。これらをすべて重ね合わせると、スライドに示している地点でのデータが得られたことになりました。これらのデータを使い、緯度経度10度前の グリッドデータを作成しました赤道上ではおよそ1000キロ ×1000 キロの大きさに相当します基本的にはこのスライドに示す方法でグリッドデータを作成していますこの図にはグリッド中には観測データがなく東西両側にデータがある例を示しますこの場合には両側の値の平均値をそのグリッドの値とします 現実にはここまでの数値計算で埋められなかったグリッドがあり、そこには大規模計画の知見を利用して、積算降下量、土壌中蓄積量、海水中蓄積量と年間降水量との相関により推定値を得ました。実際に得られた数値を示します。筑波大学ある場所のグリッド、重度メッシュなのでここでは北緯35度、東経135度となっていますが、 この筑波大学がある場所のグリッドのセシウム137の効果量は5470ベクレルパー平方メートルとなっています国連科学委員会の推定では筑波の井戸では2780ベクレルパー平方メートルなのでほぼ2倍違います人体への影響を計算する被爆の基礎となる数値が倍違うということになります それでは、研究の成果果と波及効果をこここにままとめてあります。このスライドに示すように分野が異なる大気化学海洋学土壌学などに分かれて出版されていたセシム1 3 7の分析値や挙動に関する論文あるいは農業環境水産業など分野が異なる行政機関が出版していたセシム1 3 7のモニタリングの結果等を 国内外を問わず収集しデータベースに収めたことにより最終的に1970年1月1日時点での海洋であるか陸地であるかを問わずある場所におおけけるるる地球表面面にに単位面積あたたりののセシ137量を計算することができましたさらにそれを利用して高視点データを作成し地球上北半球全ての重度グリッドの値を得ることができました。 グリッド値が得られた後は積分することにより北半球への総効果量が求まりましたまた空間分布が明らかになったことにより海洋中でのセシミ137の長期変動のモデル計算が可能となりましたこの結果はすでに論文として出ているので青山とセシミ137海洋とかけてインターネットで検索すると出てきます。え興味のある方は見てくださいそれでは講義の後半に入ります。 海洋はつながっていて、国境は存在するが、海水や海洋生物とともに人工放射性物質は自由に移動します。大気も同様です。したがって、世界の各国は海水や海洋生物中の放射性物質に関する情報を共有し、通常時及び原子炉事故のような緊急時に強調して対応できるようにしておく必要があります。国際原子力機関のモナコ環境研究所が、 1990年代に海水や海洋生物中の放射性各種のデータベースマリスといいますが名前はマリスを作成し公開することにしたので青山が準備しつつあったデータベースをすべて提供し国際原子力力機関のの海水中放射能のデーータベース構築に協ししてきました当時のマリスのセシム137の総レコード数の30%近くを提供したと記憶しています。 さらに最近の国際原子力機関の共同研究プログラム CRPK-41017 と呼んでいますがこれは2016年から2021年にかけて来年まであるんですがそれにおいてマリスの全面更新を行い内容を充実させるということになったので青山は新しいデータベース HAM グローバル2018を提供するとともに全面的に新しいデータベースの構築に協力しています。 一方、国内を見ると、福島原子力、福島第一原子力発電所事故後に測定された多くのデータは、研究者や政府機関によって収集され、保持されています。一部は論文やレポート、あるいはウェブ上で公開されていますが、生データそのものは公開されていないケースも多く見受けられます。このような場合、それらのデータは最終的には消滅し、将来の世代に引き継がれないことになります。 従ってこれらのデータを収集し統一したフォーマットとして DOI を付与して出版し歴史に残す必要があります。また外部ですでに公開されているデータ IAEA、e、のマリスも含みますがそれらも併せて串刺しで検索できるようにすることで時間空間ともに人類が持っているすべての海洋環境での人工放射性物質のデータを使用した研究や行政に使用できるようにもなります。 このスライドでは新しいマリスのトップページと古いものを合わせて表示しています。図を見るとわかりますが、日本周辺のデータが圧倒的に大きく多く、その次にはヨーロッパ北西部でデータが多いです。このマリスには公開されているデータが収録されており、マリスから検索してダウンロードしたデータは出典を明示すれば誰でも自由に使えるという規則になっています。これも一種のオープンデータに近いものです。 またここに示してあるように国際原子力機関の公式の宣言でマリスは何のためにあるかということを示してありますがこの中で主たるものは放射性物質による世界の海への関与の定量化それから海世界の海の放射性物質の濃度と総量に関する最新情報を提供する。 あるいは放射性物質の輸送のシミュレーションに使用される計算モデルの検証のためにこのデータを使うそれから海洋への放射性核種の流入のその時間と場所による濃度や総量の分析という大事なことですがそういうものもあるとまた被爆評価研究の基礎データを提供するというふうなことがマリスのホームページで述べられています。ここに述べられている 項目のほとんどのことは青山がこの20年ぐらい国際会議や論文で言い続けていることが取り入れられています。それでは講義の最後で方にですが本学のアイソトープ環境動態研究センターのデータベースのサイトを紹介しますここれがこのトップページです。 現時点で DOI をつけて公表しているデータの総レコード数は150万4,790でありさらに現在検索可能なレコード数は万レコードです。さらに現在私のスタッフは公表されているデータを検索可能にしてデータベースサイトに載せるために87万6,535のレコードを処理して このうちほとんどのデータはバイオタ今現在公表しているデータに含まれていない海洋の生物のデータが今作業中です。2019年8月から2020年5月31日までのデータベース,データベースのサイトに対してのアクセス数は全体で1 2,966回となっており 実際に情報まで見た回数は3490実際にデータセットそのものをダウンロードした総数は4958回でしたこのアクセス数、ダウンロード数ともに着実に増加をしていますデータセットを単にダウンロードするだけでなくそれらのデータ及び既に他で公開されているデータも合わせて時間と空間でデータの口出し検索が可能という意味では 世界で最初のデータベースのサイトですでは講義全体のまとめをします個々の内容の繰り返しでなく全体として理解してほしいことを述べます基本的にはデータは集積すればするほど全体像はよく見えるようになります自分のデータそれから他の人が出した他の機関のデータも含めて集めて解析することが大事です データベースを活用すればいろんな仕事ができますただし怪しげなデータが存在しているのは事実なので怪しげなデータを見抜く力量も必要ですまた物事には必ず理由があるので全体像を見て何が起きるかを考えているということは大事です私の今日の講義の中で紹介したように当時の著名な一流の研究者ですら全体像を見ないと誤るということです科学と,して科学として説明がつくか を常に考えることととが必要でですすはは大事です専専門門家もも外の人も素人素同じとなってはいけません。また講義の最初の方で述べたように世界で一流の研究者であっても異なる分野での最新の知見は常に学習する必要がありまあ私自身への自戒を込めての発言ですがたとえ教授になっても常に学習は必要です。 講義を終わりにあたり、まず謝辞を述べます。優秀なスタッフの仕事なしには、過去に作成したデータベースはできませんでした。また、今、筑波大学で行っているデータ公開の仕事も、現在のスタッフの仕事なしには成し得ません。感謝します。最後に、あなた方が近い将来直面するであろう様々な問題や課題に立ち向かい、解決しようとするときに、この講義の内容が参考になればありがたいです。 調香ありがとうございました。